君は時の涙を見る。はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、例のやつ、例の件が帰ってきました。一応ね、事前にね、メールとかでの連絡はなかったです。突然送られてきました。はい、このね、きっかり60サイズ。はい、一番最初の箱で送られてきました。はい、嫌な予感しましたね。はい、いや、何の連絡もなくいきなりね、ブツが返ってきたんでね。うん、いや、これマジであれじゃねと思ってね。いや、普通にただ単に返品されたんじゃねと思って、中を開けました。はい、そしたらね、手紙が入ってました。はい、その手紙の一文がこれですね。はい、背景、いつも弊社商品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。この度はせっかくお買い求めいただけましたにもかかわらず、ご迷惑をおかけでしちゃいしゃい、お預かりをしておりました商品を新しい商品と交換の上お送りいたしますので、お受け取りくださいって書いてあるんですよ。あれと思ってね、新しい商品と思って、あれやっぱり俺個体差なのかなと思ってね、結構あのね、報告が上がってるんですよね。あれ絶対届かないってね、うん、台座に台座を乗せれば届くみたいなのとか書いてあったんですけど、っていう報告を受けてたんですけどね、え、個体差なのって思いましたね。てっきりね、まんま帰ってくると思ったんですよ。こんな感じで納品書としてね、うん、普通にここにね、ラストシューティング商品一式、うん、0円で、はい、でこんな感じでね、うん、帰ってきたんですよ。うん、確かに新品だな。どうなんだこれは。自分もちょっとびっくりですね。まさか新しいものに変えて送ってくるってことは、やっぱりあれが不良品だったのかなってね。ということでね、ちょっと帰ってきたものが本当実際どうなのか、ちゃんと届くものなのかっていうのをね、ちょっと今回は皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、一応ね、輸送箱から中を取り出すと普通にこの商品パッケージですよね。で、やっぱりね、ここに封印されてないんですよ。テープが貼られてないっていうことは、やっぱ検品はしてるんですよね。うん、しかも綺麗にあのテープが剥がされてますね。裏面は分かりづらいけど、ここちゃんとね、テープが貼られてるんですよ。うん、なのでこれはちゃんと検品はされているはずなんですけれども、どうなんでしょう。はい、一応ね、箱を開けました。するとね、見てください、ガムが入ってるんですよ。いや、私ね、送り返した時に一応こう食品なんでね、ガムは抜いて送り返したんですよ。でもガムがまた入ってるってことは完全な新品ですよね、これね。どうなってんだろう。いや、本当にあれ個体差だったのかな。うん、いや、どうなんだろう。はい、とりあえずね、袋から渡したんですが、まあ、一つ一つはね、前回の動画で、紹介してるんでね、省きますが、とりあえずね、ちょっと変わってるやつ、変わってる箇所がありまして、まず、はい、これジオングが入っている袋なんですけど、自分が買った時は、このプチプチだけ巻かれてたんですよ。この袋には入ってなかったんですよね。どうあれどういうことなんだろうと思って、ちょっとわからないですね。この袋には入ってなかった。そのままプチプチで入ってて、すぐ取り出せたんで、でまあ肝心のあれですね、ラストシューティングの支柱、見た感じ何かが変わってるようには見えないんですけれどもね。どうなんだろう。はい、出来上がりました。皆さん見ていただきましょう。治っているのかどうか、こちら治ってねえ。いや、ちょっ
とバンダイさん言ってること分かってなかったのかな。ここが届かないって言ったのに。何も変わってないよ。え、何が変わって戻ってきたのこれ。え、自分の言ったこと理解できてなかったのかな。マジか。なんでや。なんか強引にこうくっつけることが できるんですよ。前はこう強引にもくっつかなかったかな。今もこれ強引にやればくっつくんですけど、でもちょっとね、かなり、曲げないと届かないですよね。こうね、かなり、曲げないとダメなんだけど、どうなんだこれは。でね、あのよく皆さんが言うね、こうすればつきますよっていうのがこちらですね。はい、要はガンダムの元の台座につけたまんまやるっていうやつですね。そうすると確かに届くんですよ。でもこれ不格好じゃないですか。台座オン台座だからね。しかもこれは別に公式の説明書にも載ってないんですよ、この飾り方は。台座に載せてくださいとも書いてないんでね。いやこれマジか。ちょっと全然治ってないよバンダイ。参ったな。どうしようかな。しかもこの台座さえもね、あのガンダムコンバージで全部に言えることなんですけど、緩いんよこの穴が。毎回穴からポロポロ抜けるんですよ。この台座も改良してくれよ。もうこれ、ね、穴に刺してもね、もうほんとこうポロポロスカスカなんですよ。何なんだろうね。はい、ということでね、もうねお手上げです。もうバンデイさんの勝ちです。いやもう無理だわこれ。なんか新品に交換しましたっていう体の返品やないかい。いや参ったな。結局これ個体差とかじゃないじゃん、仕様ですね。まあ、皆さんもね一瞬ドキッとしたんじゃないですかね。え、自分のも個体差って言ってね、じゃあ返品しなきゃ思った方も多いんじゃないでしょうか。大丈夫です、あのねこれ完全な、製造工程でのミスですよ。いやーバンダイやりやがったな、くそー。まあ、ということでね、まあ、こういうね食玩系では長期間にわたってお届けしましたが、最終的な結論、こちらは商品上の仕様です。もうねどうにもならないです。まあ、本当にねくっつけたらったらちょっとまあ二重台座にするしかないよね。こうやって二重台座にするとかちゃんと届くんだけどな。だったら最初から説明書に書いてくれよっていうことは、説明書のミスなのか、どっちのミスなのか分かんないね。製造工程での使用上のミスなのか、説明書の記載ミスなのか。本当はガンダムの台座に乗せてこの台座に取り付けてくださいみたいな感じだったら分かるんですけれどもね。いやー参った、謎は解けぬまま、何が正解か分からない。はい、ということで長期間にわたりお送りしましたラストシューティングのガンダムコンバージ、これにて決着。はい、まあこれで皆さんもスッキリしたんじゃないでしょうかね。みんな同じっていうね、個体差じゃないっていうことがこれで分かったんじゃないでしょうか。まあそれでね安心してくれれば、私の動画もね意義があったんじゃないかって思えるんでね。はい、ぜひこの機会に高評価、あとね応援のコメントくれると嬉しいです。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。